こんにちは、仮面くんです。さあ今日は雑草のお話をしたいと思います。雑草を減らすための仕組み、コツを今日は皆さんにお教えしたいと思います。まあ、これからの時期ね、めちゃくちゃ雑草出てきますんで、多分園芸やられてる方って雑草草取りが一番こうネックだなって思ってる部分が多いと思うんですね。なので今日はですね、その草取りを軽減する方法、あと雑草に対する考え方なんかも少しご説明させていただきたいなと思います。今回はですね、基本的にはガーデニング植栽しているところ、まあお庭の雑草を減らすっていうところをコンセプトしてやってるので、空き地とか、まあ、植物が生えてないところの雑草を枯らすっていう方向けではないんですが、雑草の仕組みとかですね、特徴なんかも、お伝えしたいと思います。これ知ってるか知ってないかでだいぶ雑草に対しての考え方が変わると思いますんで、まあとにかく雑草を減らしたいと思ってる方はぜひ今回の雑草の話お聞きください。はい、やってまいりました雑草の件です。はい、今回の雑草をなくす結論は光をなくす。はい、これがまず結論なんですね。はい、であと、皆さんに今回伝えたいのは、雑草は全て抜く必要がありませんよっていうことが今回伝えたいことなんですね。はい、これはどういうことかというのを少しずつ深掘りしていきたいと思います。雑草の話を少ししたいと思います。雑草に対するイメージは2つあると思います。1つは景観性がない、もう1つは繁殖力が強い。多分この2つが雑草っていう位置づけだと思います。これ景観性、まあ見た目ですね。見た目がすごく良ければ雑草ってみんな多分言わないと思います。そうですよね。周り一面チューリップが咲いてたら、これ雑草だからって思わないと思います。わー綺麗って思うんじゃないですか多分。はい、どんだけ繁殖力があっても綺麗って思うと思います。はい、雑草っていう位置づけにならないと思います。あと雑草っていうと、この出て出て困るみたいな、繁殖力が強い、まあ、ここが一番、ネックな部分かなっていうことを思います。この繁殖力が強いっていうのをこれちょっと付け加えますと、雑草ってもうこれ多分スーパー植物ですよそれぐらい繁殖力に長けた植物たちなんですね。例えば皆さんよく知ってるタンポポあるじゃないですか。タンポポってわたわたがついて風でふわーって飛んでくじゃないですか。無敵ですよね風で飛んでくんですよ、いろんなところに。飛べるんです、羽がついてるんです。はい、あとは人や動物にくっついて移動することができるんですよ。あのひっつき虫っていたじゃないですか、あの子供の頃この草むらバーって入ると足につくような、あれ種ですよね。あれで雑草は種を人につけたり動物につけたりして運ばせて、その新しい土地で繁殖するっていうことができるんですね。あとすごいのは鳥とか動物に食べさせて、わざとですよ、で運ばせて糞として出させて、そこから繁殖させるなんていうめちゃめちゃ高等テクニックを持った雑草もいるんです。それぐらい雑草の繁殖力っていうのはめちゃくちゃ貪欲なんですね、雑草は。なのでこれを防ぐっていうのは結構やっぱ難しいと思います。代表的なのが杉菜とかですかね。なんか毎年生えて困るみたいな、まあいわゆる根っこが下に残っちゃうみたいな雑草もおります。なので雑草ですね、これ大きく分けると、基本的に草花と一緒です。1年2年草っていう種で増えるグループと、宿根草多年草みたいな根っこで残るっていう種類があるんですね。これは他の植物と全く一緒です。はい、なのでこの植物たちの減らし方をお教えしたいと思います。では行きましょう。ポイントが2つあります。ポイント1は種をつけさせない、ポイント2は葉っぱを取る、これなんですね。はい、一つずつ説明していきましょう。まず1個、種をつけさせない。まあこれがね、1年2年草の雑草っていうのはもう大前提ですね。いわゆる庭で花が咲いてる雑草を見かけたら、これ気をつけてくださいね。花が咲いたら種ができます。で種ができたらかなりの勢いでその地で繁殖してしまいますんで、花が咲いてる雑草を見かけたらとりあえず花だけでもいいんで取ってください。全部取るのが困難であれば花の部分だけを取ってしまう。こうすることによって1年生2年生の雑草は種さえつけなければ基本的に半年とか1年ないしで必ず枯れます。ほかっといても枯れます、出てくることはありません。はい、そしてポイント2つ目ですね、葉っぱを取る。これは多年生宿根性の雑草向けに減らし方です。これ葉っぱを取るっていう概念を持った方がいいですね。根っこを取るっていう概念は非常に大変です。なので私冒頭で言いましたが、雑草は全部抜く必要はありませんっていうのはそういうところなんですね。結構皆さん一生懸命根っこを取ろう根っこを取ろう、もう根っこ途中で切れちゃうんだよね、うーんってイラ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 イ
はい、そこでストレスみたいな感じになっちゃうんで、これね、あんまりストレス抱えない方がいいです。というのも、多年生の雑草っていうのは基本的に根っこが残るんで、地下の部分が残るわけなんですね。なんで毎年生えてくるかというと、出てきた葉っぱ、これが光合成してどん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 栄養分を根っこに根っこに蓄えていくんですね。根っこを出そう、根っこを太らせようみたいな感じで、葉っぱからとにかく栄養分を送ってるわけなんです。なので葉っぱがあると基本的に根っこが大きくなっていってしまいます。どんどん広がっていってしまいます。そうすると毎年毎年どんどん広がって、今度は多年生の雑草とか宿根性の雑草が出てきてしまいますんで、この地上部をかき取る、これをしていくだけで根っこはどんどんと弱くなってきます。これ一回取るだけで根っこが死ぬかって言ったら、まあ死にません。なんですが、繰り返し繰り返しこの葉っぱをなくすと、光合成が基本的に植物できないんですね。基本光合成ができないで植物ってどん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 、衰退してしまいます。なので葉っぱをどんどん取ってあげるだけ、まあ刈いてあげるだけ、これするだけで地下の雑草の根っこはどんどん耐えていきます。なんで杉菜結構困るっていう方いると思いますが、これ実際のところですね、ずっと生やしっぱなしにしたらどんどん増えます。なのでブチブチでいいんで、根っこ取る必要ないです。もう地上部のところをわしづかみにしてブチってちぎり取る、これぐらいでも全然効果違うんで、もうとにかくそれを最初は手間ですけど繰り返していってください。そうすると2年後3年もないうちに多分退化して消えると思います。はい、でここでですね、ちょっとその草を刈く道具みたいなやつをちょっと紹介したいと思います。はい、これ皆さんこれよく使うですよね。私もこれ結構使います。この形の草取りですね、このまま刈くみたいな、これめっちゃ便利ですねはい、よく使います。どこのメーカーっていうわけではないんですが、基本的にこの鉄の部分ですね、鋼の部分、ここがしっかりとにかくしているものを選んだ方がいいですね。あとこの付け根、まあなんとなく基本的には値段相応になってきてしまいますが、安いね、こういう草取り機あると思うんですけど、あれだいたい1年2年持たないですね。ここの柄の部分がスポって取れちゃいます。はい、でここの柄がやっぱり安い木使ってるんでボロボロにすぐなっちゃいます。この鉄の部分だけ残って全く草取れないっていう状態で捨てるのに困ります。であとここの鋼も軽いとそんだけすごくね、書くのに力がいるんですよ。硬い土特にやる場合労力が多分2倍ぐらいいると思います。ちょっと重めのやつと比べたら。なので草取りする場合はわりかしね、いい草取り機っていうのかな、道具選んでいただいた方が、これもまたねストレスなく簡単に取ることができるんで、割とね国産品みたいなものを選ぶと私はいいと思います。はい、あとですね、こういう鎌タイプっていうのがあります。はい、これノコギリになってますけどね。はい、こういうのもいいでしょう。まあ大きめの雑草を根っこから取れない場合は、株元からこれでゴキゴキって切り取る、根っこなんかはまあ残しておいてもいいですよ。もう切り取る、とにかく地上部をなくすっていう部分で、こういうノコギリタイプもいいと思います。あと簡単にやる場合はこう鎌タイプですね。ここがもうちょっと鋭利な鎌になってて、もうこのままざっくり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 と書いていってしまう、まあ、このようなタイプもわりかし使いやすいと思います。ポイントがね、今2つありました。種をつけさせないっていうのと葉っぱを取る、これがまあ雑草を減らすポイントなんですが、これ雑草の仕組みをもう少し深く説明させていただきましょう。雑草はですね、基本的に土、水、光、温度、まあこれの4点が揃えば必ず出ます。というのも基本的にさっき言った光ですね、光が一番重要なんですが、雑草は雑草の中で生存競争をしとるわけなんですね。なので光があって、土があって、温度があって、水があれば、あらゆる地面から大体出てきてしまうんですね。雑草内での競争っていうと、まあ皆さん雑草いろいろ見たことあると思います。雑草の中には葉っぱがこう広いタイプと、まあこうシュッと出てるようなタイプってあると思うんですが、あれ仕組みがあるんですね。基本的にこの葉っぱがこうロゼットって、まあこう大きく広い葉っぱで地上部にブワーって出るような雑草あるじゃないですか。あれはなぜこういう形をしてるかというと、自分の陣地をですね、葉っぱで陣地取りするんですね、広く。で広い葉っぱで土に光を当てないようにしてるんですね。というのは他の雑草を発芽させないように自分の葉っぱで覆っちゃってるわけなんですね、地面を。賢いですよねはい、こういう形状で自分たちが生き延びようっていうのが、この葉っぱが広いロゼットタイプの雑草の仕組み。あとは例えば上にずっと伸びてくるような雑草あるじゃないですか。めちゃくちゃ背が高くなるような雑草、ヒョロヒョロヒョロって出てるんだけど、すごく背が高いような雑草、あれはああいう陣地取りの中でも隙間からいかにして自分が一番光を浴びれるようになるかっていうことで、ずっと上の方までこう
誰よりも高く上の方に行って光を浴びようっていう雑草、あれが背が高くなるような雑草たちですね。あと細い葉っぱで隙間を狙ってたくさん出すとか、雑草は雑草の中でその光が当たるエリアを陣地取りしてるんです。なのでさっきポイントで言った葉っぱを取るっていう作業、あと雑草を抜くっていう作業をすると基本土があらわになってしまう。そうするとですね、また種が飛んできてまたすぐそこで発芽してしまうみたいな感じの状態に常になってきてしまいます。なのでこれがずっとこう続いて草取りがいつになっても終わらないよっていう感じになると思います。今回のポイントは光をなく、これが一番大事なんです。さっき言ったロゼット状土を覆ってしまって土に光を入れさせないっていう方法、これを人為的に取っていくっていうところが今回ポイントのコツですね。まずイメージですよ、山の中、はい、山の中って入ったことある人とない人はいると思うんで、もちろん一概にはわからないかもしれないんですが、山の中って雑草生えてないんです。はい、山の中で私雑草っていう雑草ってあんまり見たことがないんですね。この路地に生えてる雑草、これはなぜかと言ったら、そうなんです、光が入らないんですね。木の下、山の中は結構暗いですね。やっぱ光が少ない、圧倒的に。あと葉っぱが落ちて落ち葉がたまる、で枝が折れたり枝が倒れたりして地面を塞ぐっていうところの繰り返しをしてるんで、基本的に地面に光が当たってないんですね。なので雑草は出てこない、出れないんですね基本的に。なんでこの状態をお庭の中でもちょっとずつ増やしていくことによって雑草の数を少なくする、こういうことをしていったらどうかっていう提案なんですね。お庭の中で少し影を作りながら雑草を減らす、これがポイントです。ではお庭の中でどうやってこの影を作るか、これでなんですが、まあ一つは植栽です。もう簡単ですね、例えば広い敷地で雑草が生えて困るっていう方がいましたら、広葉樹、葉っぱが広くなるような落葉樹ですね、落葉樹の木を1本植えると、植えていただくと横にこう広がって、日陰が下にできます。日陰ができることによって雑草多少生えますが、かなり弱くなります。生える率も低くなります。樹木を植えて日陰を作る、あとは、雑草の代わりに植物を植えてしまうっていうのもこれ1個の手なんですね。葉っぱが広めのこう広がるような植物、これを植えることによってその株元は基本的に日陰になります。そうすると雑草の発芽率っていうのをかなり下げることができます。まあグランドカバーで使うっていうのがまあいい例ですよね。グランドカバーっていうのは植物がこう這うように地面をね、地面を這うようにこう育っていく植物です。まあ広がることによって地面に光を入れないんですね。なので他の雑草が生えにくくなる状態を作ることができる。グランドカバーの植物を使うっていうのもこれ方法の一つです。はい、なんですが結構この植栽ってやるとそれはそれで密になって、3密になってウイルスが旬なネタですね。はい。まあ間違いないんですね、これ。密に、3密になると、病害虫が発生しやすくなるんですよ、間違いない。なので、それはそれで植物も傷んできてしまって、最終的に枯れちゃったら、また地面があらわになるっていうところの繰り返しになってしまうんで、今回はそれを防ぐためのアイテムを2つ紹介したいと思います。はい、アイテムが2つあります。1つはウッドチップ、2つ目は腐葉土。この2点ですね、私がおすすめしたいのは。ウッドチップです。こんなような感じのね、本当に木を粉砕したようなチップ。こういうのがあるんですね。これちょっとね商売にならないんで、あんまりなんですけど、デコレーションバークとか、バークチップって園芸屋さんで売ってるね、もうちょっと綺麗な、はい、こんなに粗くなくてもうちょっとこう感じがいいようなチップあるじゃないですか。あれでもいいんですけど、あれね高いんだよね値段が、はい、自分で言うのもなんですが、なんで結構ね少量巻くなら私いいと思うんですけど、まあちょこちょこ使いたいよっていうとあれ結構ね高くてね嫌なんですよねなので、はい、これウッドチップですね。これまあ当店の方ではちょっと今ね協力してもらうところを探しながらなんですが、いわゆる間伐材あるじゃないですか、山で不要になった木とか倒木してしまった木、あれを粉砕しているところがあるんですね。多分ね市町村とかでもし興味があれば聞いていただくといいかもしれません。これをねすごく利用できれば利用した方が絶対にいいと思います。まあ下手したら無料でくれるっていうところもよっぽどあると思います。なのでこのウッドチップですね、これを土が見えてるエリアに敷いてしまうということをするだけでかなり減ります。私の家はこのウッドチップかなり使ってます。私ウッドチップ結構好きなんではい、景観性もめちゃくちゃいいんで、すごくねおしゃれにも見えるし、雑草を減らす効果がすごく高いです。なので株と株の間、株間、植えた植栽の株と株の間でとりあえず植える予定がないよっていう場合はもうウッドチップをもう
全て敷いてますね。でウッドチップも、まあ、うっすらと敷く程度でも、まあ、多少効果ありますが 3-4cm とかちょっと厚めに敷くとかなり効果も高いんで、まあ、ウッドチップこれをまず皆さんできれば地域の方で探していただければいいかなみたいな気はしております。もしウッドチップがあんまり手に入らないよっていう方におすすめなのが、はい、こちらですね、腐葉土です。腐葉土っていうね、土になりますね。一応まあ土というか堆肥なんですけど、はい、この腐葉土って何かっていうと、まあ字のごとく腐って枯れた葉っぱなんですね。この腐って枯れた葉っぱ、はい、イメージ悪いんですけど、めちゃめちゃ効果があるんですね。さっきの山の話で出ましたね。山では落ち葉が落ちて地面を塞いでるから雑草が出ないと、まさにこれなんですね。自然界では腐葉土っていうのがもう自然的にどんどん蓄積されてるんですね。なのでお庭でも山と同じような環境を人為的に作ることがこの腐葉土によってできるんです。これもさっきのウッドチップと一緒で、地面にとにかく覆ってあげる。もし植栽されてないようなエリアがこうある場合は腐葉土を敷き詰めてもらう、マルチングしてもらう、これが結構ベストです。でこの腐葉土はこのウッドチップと違っていいところが一つあるんですね。これは腐葉土っていうのは基本的にこの土壌を改良する効果っていうのはすごく高いんですね。腐葉土よく使われる方はご存知だと思うんですけど、土に混ぜ込むっていう感じで使うっていうのがまあ一応園芸ではあるんですが、腐葉土ですね、撒いておくだけでも土壌、下の土壌を改良する効果があります。まあ混ぜ込むよりも時間はかかるんですが、この上に置いておくことによって下の土を徐々に改良していくっていう効果が実はあるんですね。なので撒くだけで土壌改良もできてってしまうっていうところで、硬い土で困る方、土壌改良したくても、まあ、こんな広範囲のところを全部掘り返すなんていうのは不可能、あと植栽がもうしてあるところの土壌をどうやって変えようっていうところでは、腐葉土をマルチングしていく、この作業をしていくことによって下の土壌を良くする、雑草を発芽させるのを防ぐことができると、まさにね結構いいとこづくめなんですね。使ってもらいたい腐葉土があるんですが、これね園芸屋さんでもうこれぶっちゃけなんですけど、腐葉土って何種類も売ってるんですね。でこれ腐葉土の決まりって実際ちょっと調べてもあんまりね合ってないようなもんなんですよ。腐葉土によってもねお値段が結構違う腐葉土が点在する、まあ当店もそうなんですけど、安い腐葉土もあれば高い腐葉土もあるんですね。これはどういうことかというと、これも単純に高い腐葉土の方が、まあ一概には言いませんけど、値段が高い腐葉土の方が純粋な葉っぱの率が高いんですね。っていうのは安い腐葉土は多分 10% とか 20% しか実際に葉っぱの部分が入ってないんですね。で他の部分は何かというと、バーク堆肥っていうのが多いんじゃないですかね。木の幹ですね。木の幹を使っていることが多いです。なんだか一応腐葉土って書いてあるんですが、7割はバーク堆肥みたいな感じのニュアンスのものは、まあ、結構安価な腐葉土で、腐葉土もちゃんとグレードがいいやつは 100% って書いてあります。はい、これこんな感じでね、木の葉 100% 有機質って書いてあるじゃないですか。はい、このように純粋な腐葉土だけっていうのは必ず 100% 腐葉土って書いてあります。なので私が推奨するのは 100% 腐葉土です。まあバーク堆肥でマルチングするのも悪くはないと思いますが、悪いバークが入ってると雑草の種子が入ってることもないことはないんで、はい、腐葉土の方がまず安心っていうことと、腐葉土はですね、はい、こういう葉っぱが入ってるんですね。で葉っぱが入ってるってことは、この面積分だけは地面を覆うことができるんですね。バーク堆肥っていうのはもう粉砕してあるんで、かなり細かい繊維になってます。効率的にはこう面積の白い葉っぱが入ってるような腐葉土を使う方がマルチングとしては向いてると思うんですね。草を取って地面があらわになったら腐葉土を敷くみたいな、これを繰り返していくと雑草を抑えることができて土壌も改良することができると、なんて素晴らしいんでしょうっていうところで、おすすめアイテムは、ウッドチップと腐葉土ですね。これぜひ使っていただきたいなと思います。とはいえですねとはいえですよ、雑草はやっぱ繁殖力がめちゃくちゃすごいんで、マルチングをしても木陰を作っても出てくるものは出てきます。まあ今回はですね減らす方法という認識なので、まあ、これでだいぶ減らすことができますね。腐葉土から出てきたとしてももうそれは腐葉土を超えて出てきているようなもんなんで、かなり弱い貧弱です。なのでこう簡単にこう取ることができるんで、だいぶ楽になると思います。そしてこれちょっとワンポイントアドバイスみたいな感じになるんですが、雑草を取るっていうと大変じゃないですか。で私最初に言いましたが、雑草は全て抜く必要がありませんっていうのは、これ園芸作業は苦痛になりすぎると園芸自体やめてしまうんで、あんまりそういう感覚にならないようにしていただきたいなと思うので、少しアドバイスをしておきますと、雑草を取るエリアですね、これは自分の中である程度決めておいた方がいいと思います。というのは具体的にいきましょう。具体的に、よく見るところ、よく歩くところ、一番近いところですね。我々人間から庭に入って近いところのエリアの雑草は基本的に取りましょう。で少し離れます、まあ
なんだろうな、 2,3 メーター離れるっていう感じかな。はい、 2,3 メーター離れたところの雑草は大きい雑草だけ取りましょう。小さい雑草はまあそこまで気にしなくてもいいよっていうところですね。でもっと奥ですね、奥の雑草は刈るだけでまあいいじゃないかと、ある程度刈ってしまうだけで大丈夫ですっていうところでいいじゃないですかっていうところなんですね。はい、それだけでも雑草が多少生えてても景観上はねそんなに悪くないです。特に遠くの場合はむしろ何もなくて殺風景になるよりはグリーンが多少生えてるからいいじゃんっていう風なぐらいの感覚で折っていただいた方がわりかし気持ち的にも楽だし、景観上も手前がとにかく綺麗に見えてればいいよっていうところだと思うので、手前からこう労働のね、余裕があれば奥までやればいいと思いますが、基本なるべく近場から攻めていくっていう方向で草取りやっていただくと、まあ、気持ち的には楽なのかなっていうところを思います。あとこれ考え方だけなんですけど、はい、私はこの考え方で園芸作業やってるんですけど、園芸作業ってめちゃめちゃ消費カロリー高いんですよ。これ知ってますか？ウォーキングをするよりも断然園芸作業した方がカロリー消費するんですね。なので草取りこれは運動だと思ってやってください。ダイエット、それぐらい園芸作業って本当にね効果があるんですよ。で特に草取りは立ってしゃがんで移動して、立ってしゃがんで移動してってすごく繰り返してじゃないですか。スクワットです。これ必然的にスクワットをしてると同じことなんですね。スクワットをしなくてはいけないっていう特質なんですか。これ園芸作業をしながらスクワットできるんですよ。めちゃめちゃ素晴らしいじゃない。はい、むしろ家でスクワットしてるお父さん見かけたら外でスクワットしながら1回やるごとにこう雑草抜いてくれって言えば、毎日100回ぐらいスクワットするお父さんがいたら多分庭めちゃくちゃ綺麗になりますんで、一個提案してみてください。あんまりこう作業ってまあ苦痛になるよりは、まあ、健康のためだと思って園芸作業する、そういう感じで取り組んでいただくと非常に私園芸って、いい趣味だと思います。ぜひこの園芸作業は体を動かす運動なんだと、トレーニングなんだと、ダイエットなんだという認識で園芸作業を楽しんでください。はい、いかがでしたでしょうか。今回の川目くんガーデンチャンネル雑草編、よかったかなと思う方はぜひともグッドボタンお願いいたします。はい、このチャンネルではですね、このようにまあ園芸作業っていうのもなるべく効率的に効果的に経済的に取り組めるようなことを、チャンネルとして上げていきたいと思っております。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。皆様のお庭の雑草がどんどん減りますように。ではまた次回、バイバイ。